バニラは、ランカバニラ属の常緑のツル性植物。または、その植物から抽出された香料などのこと。種商名は、ラテン語で、扁平な葉を意味する。原産地はメキシコ、中央アメリカと言われている。現在の主たる、栽培地は、アフリカ大陸東南沖のマダガスカル、中南米、東南アジアのインドネシアなど、日本国内でも栽培されている。ツルは、樹木や、 その他のものに絡んで成長していく。長い時は60メートルを超える。種子は香料の原料となるが、収穫した豆には香りはない。ここから発酵、乾燥を繰り返すキュアリングを行うことによって、初めて独特の甘い香りがするようになる。鞘の中には非常に微細な黒色の種子が無数に含まれている。キュアリングを経た種子がバニラビーンズとして、 またその成分を抽出し溶剤に溶かし込んだバニラエッセンスやバニラオイルがアイスクリームをはじめケーキ、スイーツ全般の様々なものに利用されている。日本国内でも観葉植物として苗が流通することがあり、植物の入手自体はそれほど難しくない。しかし栽培には陶器に高い温度を必要とすることと大きな株にならなければ開花しないこともあり。 個人栽培で開花、結実させるのは難しい。バニラの花の寿命は短く、普通は8時間しか開花していない。バニラの花は中倍花である。原産地の中央アメリカでは、マリーッポナビーチなどのハリナシバチが花粉を運ぶ。自然界において、相乗過剰単位の受粉率は1%程度である。受粉した花は約6週間で、 長さ三十センチメートルほどの長細い果実になる。バニラは植物体内に集散カルシウムの結晶を生成する。このために農作業者が害を受ける場合がある。バニラの栽培地域自然界においては、ハリナシバチ以外のポリネーターがバニラを受粉させることはないと考えられている。ユカタン半島のマヤ語で貴婦人の鉢を意味するザウナンコップと呼ばれているハリナシバチは、 中央アメリカの固有種である。そのため、バニラの苗を原産地から持ち出して、他の地域で育成する試みが18世紀から19世紀半ばにかけて何度も繰り返されたが、いずれの試みにおいても、原産地以外の地域ではバニラを結実させることができなかった。ところが、1841年に、レユニオン島の12歳の奴隷の少年、エドモン・アルビウスが、 人工事故の方法を考案し、それをレユニオン中の農園に広めたことにより状況は一変した。レユニオンとマダガスカルはバニラビーンズの一大産地になった。なお、アルビウスの考案以前の1836年に、ベルギーの植物学者、シャルルモレンもバニラの受粉がどのように行われるかを論じ、人工事故法について示唆的な言及をしている。メキシコか、 中央アメリカ原産であるが、現在はマダガスカルを中心に熱帯各地で栽培されている。2018年の全世界生産量約7500トンのうち、マダガスカル、インドネシアの2カ国で7割を占める。ついで、メキシコ、パプアニューギニア、中国である。日本では、福岡県等で商業用にバニラが栽培されている。 この他気候が冷涼な北海道でも石や生火が試験栽培に取り組んでいる。沖縄県の石垣島でも栽培されているが海外の生産国に比べて多湿な気候であるため不快な匂いや酸っぱさを防ぐためハウス内で温度、湿度を管理する必要がある。バニラはコロンブス以前の中央アメリカでタバコやカ,カオ飲料の香り好きに用いられていた香味料であり、 スペインの征服者によってヨーロッパへと持ち帰られた。古代メキシコ以来19世紀中頃にフランス人の栽培者が彼らの知っていた花の人工受粉の方法の知識とトトナコ族のバニラビーンズの製法の知識を交換するまでトトナコ族の人々が最良のバニラの生産者とされていた。2015年以降取引価格は健康志向の高まりから 天然原料への需要が伸びたこと、産地のマダガスカルが、干ばつやサイクロンによる爆発的な被害を受けたことから上昇を続け、2017年には一時的に2015年の7倍近くとなる 1kg635 ドルにまで高騰。サフランに次ぐ銀よりも高い香料となった。乾燥されたバニラの果実バニラビーンズ、バニラエッセンス、バニラオイルの3種類がある。 バニラビーンズは、名称的には、バニラの種子ではあるが、実際には種子を含んだ、種子症後と発酵、乾燥を繰り返す、キュアリングを行うことによって、初めて香料となり、通常、バニラビーンズといえば、キュアリングを経たものを指している。原料として、主に使用されるのは、バニラの種子症で、この他に、品質は少し劣るものの、同じバニラ属であるニシインドバニラも、 原料として利用される。バニラエッセンス、バニラオイルは成分を抽出して溶剤に溶かしたもので、あるが、バニラビーンズは非常に高価なため、人工的に合成された成分を大なりこなり、溶かしたものが多い。人工香料を使わず、種類にバニラビーンズを直接漬け込み作られた、バニラエッセンスは、特に、バニラエキストラクトと呼ばれ区別される。 バニリンの構造式天然のバニラは数百種類の化合物からなる非常に複雑な混合物であるが、バニラ特有の風味や香味の元となる化合物は主にバニリンである。バニラビーンズは非常に高価なため、その香り種成分の合成には長い間興味が持たれていた。最初の工業的合成はより簡単に得られる天然物の,のオイゲノールを出発物質としていた。 これを、イソーイゲノールへと異性化させ、次に酸化することにより、バニリンが得られる。現在では、ライマーチーマン反応によるグアンやコールの構成を、含む工程や、思考業の副生物として得られる木材の構成成分、リグニンの発酵によって作られている。リグニンを原料とする人工バニラの香りは、バニラエクストラクトよりも豊かな香りを持つとされる。溶剤として、 バニラエッセンスは主にエタノールや水を、バニラオイルは油脂を用いている。一番よく利用されるのはアイスクリームである。単にアイスクリームという場合はバニラアイスクリームのことを指すことがほとんどである。ケーキなどの洋菓子の香り付けにも利用される。またコーヒー、ココア、ワインなどにも入れられる。オイルもエッセンスも非常に香りが強く。 特にオイルは数滴で十分な香りを放つため、使用分量には注意が必要である。バニラエッセンスは開封後も長期間の匂いを保つが、賞味期間は概ね未開封で1年である。加熱によって香りが揮発しやすいため、焼き菓子など高温で加熱するものには、バニラオイルの方が適している。主な使用例をこうバニラが、アイスクリームの最も代表的かつ飾り気の少ない。 フレーバーとして用いられることから、英語における形容詞バニラは、普通の、つまらない、凡庸なの意で用いられる。コンピュータゲームやアプリケーションソフトウェアにおいては、アップグレードしていない状態、あるいは、もっと安金、追加コンテンツを適用していない元の状態の意となった。音楽アルバムやシングルにて、本来の構成に含まれない、追加曲がない状態や、 トレーディングカードゲームにおいて特殊な能力を持たないカードの故障にも使われている。ありがとうございます。